レジーナ・レズニックは、アメリカ出身のソプラノ歌手、メゾ・ソプラノ歌手、ブロンクスクのロシア系移民のレズニック家に生まれる。後に、レズニック製の綴りの C を略するようになった。13歳の時に、ロザリー・ミラーから、最初の声楽レッスンを受け、ラジオ番組である、メジャーボーズのオリジナルアマチュアワーに出場して10ドルの賞金を獲得している。16歳の時には、 ジュリアード音楽院への進学を断り、ハンター・カレッジに進む。死のミラーの紹介により、フリッツ・ブッシュのチキを得、球へ、1942年に、ブッシュのニューヨーク・オペラ・カンパニーのマクベスの公演に参加して、デビューを飾った。その後、メキシコにて、エイリヒ・クライバーの指揮で歌った。1944年には、メトロポリタン歌劇場のオーディションに合格し、ジン・カミラノフの代役として、 イルトロバトーレのレオノーラ役を歌って成功を収めた。1953年にバイロイト音楽祭にバルキューレのジークリンデー役で登場するも、その後性質の変化のためソプラノからメゾソプラノに聖域を変更して活動するようになった。1958年にはメトロポリタン歌劇場でのサミエル・バーバーのバネッサの初演にロダシャク夫人役として参加。 1970年代からは演出家としても活動するようになった。マンハッタンにて死去。レジーナレズニック i m d b ハット・ n y t i m e s c o m ハット・バーサタイルオペラスターディレクターティーチャーレジーナレスニックディスアット902017年8月27日時点のオリジナルよりアーカイブ2017年8月27日閲覧 telegraph.co.uk ありがとうございます。